ベイビーダスターズシャインブライト主催、お城のお庭で三角を待てないうさぎさんとロココのお姫様たちのおかしなお茶会にお越しくださいまして誠にありがとうございます。司会進行は私たちベイビー新宿店のミミとベイビー代官山店アンメの2人でお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。ロリータモデルの青木美沙子です。よろしくお願いします。私もちょっとこういう場は慣れてないのですが、みどりちゃんにリードしていただいてたくさん喋れるように頑張ります。よろしくお願いします。カタログのモデルをさせていただいておりますみどりと申します。本日は最後まで皆さんとたくさん楽しみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。みそこちゃんやみどりちゃんはお肌がとても綺麗なんですが、食べるものですとか何か気をつけていることございますか？特に気をつけていることがないんですけど、ストレスをためないために買い物をいっぱいするっていうことをしてます。依存症だもんね。なんかちょっと時間が空いてもちょっとミルク行ってくるとか言って。これいいかね。だったね。今日ベイビー行ってくるって言って。そんな危ない。危ない、ごめん。ちょっと聞かなかったことにしたい。みずちゃんもね、はい、私はね、リンゴをかじりながら撮影現場に来たりするぐらいちょっと果物が大好きでね、多分食べてるのもすごい肌にいいと思うんですよ。某情報番組でリンゴは若返りの作用があるっていうことをやっていて、もうそれを聞いてからいつもの倍もう丸々1個食べるようになりましたね。そうなんですね、はい、若返りの作用が若返りが、はい、何かいいことを聞いたような気がします。ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。